おはようございます。今日は、前腕の末梢神経ブロックについて考えていきたいと思います。目標はですね、肘から指先まで、全部完全に麻痺させることで、可能な限り、多くの筋肉の、筋力を保存しながら、どこでブロックすれば、完全にこう肘から先の知覚を奪えるかということをちょっと考えていきたいと思います。理論的には、6つの神経を全部ブロックしてあげれば、ここから先の感覚はなくなるはずです。まず筋皮神経の枝の外側前腕皮神経、そして、内側前腕皮神経、そして頭骨神経の枝の甲前腕皮神経、そしてそれに加えて頭骨神経、正中神経、尺骨神経をブロックすればいいはずですが、どうでしょうか。一つ一つやっていきたいと思います。まずは外側前腕皮神経からですね。手首のところにエコーのプローブを当てて、よいしょ、正中肘静脈を描出します。そうすると筋皮神経多分この辺にいます。もう少し下に行きますよ。そうするとよく見えてくる場所がありますが、はい、ここですね。これが筋皮神経です。あ、ごめんなさい、外側、前腕皮神経かになりますね。もうこの部位ではね。で、これがもう少し下に行くと、分かれます。分かれていきますが、よく見える場所からね、一箇所見せますと、一番よく分かるのはこの辺かな。こっからよいしょ、これとこれ分かれましたよね。もう一回戻ります。よいしょ、ここで、一つですが、ここからよいしょ、左右に分かれましたね。はい、この場所よりも上で、だから分かれる前なんで、まあまあ、マージンを取ってこの辺でブロックすればいいんじゃないかなと思います。ただ、ここら辺はよいしょ、力を抜くと、はい、静脈がに挟まれている格好になりますので、静止の際は気をつけてください。もしここの場所が嫌だったら、ここら辺でも僕いいんじゃないかと思うんですよね。ここら辺だと多分ここら辺はまだ筋皮神経だけど、上腕二頭筋と上腕筋に行く枝をもう多分ほぼほぼ出し終わってるんじゃないかなと思うので、ここでもいいんじゃないかなと思います。よいしょ、はい、上が上腕二頭筋で、下が上腕筋になります。で、筋皮神経はここですね。でここからこうずっと筋皮神経が外側に出ていきますので、この、はい、ここら辺だったらもう運動し出し終わってるんじゃないかなと思うんで、ここら辺で、ブロックしてみてもいいんじゃないかなというふうに思います。はい、じゃあ続いて、内側前腕皮神経いきます。内側前腕皮神経はよいしょ、腕の真ん中でよいしょ、今度は尺足非常脈と一緒に伴走しています。で、ここら辺にポンとエコのプローブを置きますよ。はい、そうすると今これメルクマルになるのが、上腕動脈で、上腕動脈の肩に乗っかっているのが正中神経ですね。で、ちょっともうちょっと内側に振ります。よいしょ、で、こっちに尺骨神経があって、内側前腕皮神経はこれになります。ちょっと力を緩めると下にポコッと、はい、尺足非常脈が出てきましたね。で、ここでブロックするとちょっと尺骨神経に近いですよね。なのでもうちょっと下だとこれが離れていきますので、見ていきます。ずーっと、はい、ここだとですね、これが、内側前腕皮神経で、こっちが、正中神経で、こっちが尺骨神経ですので、この神経、正中神経とも尺骨神経とも、十分にマージンがあるので、ここで、ブロックすればいいんじゃないかなというふうに思います。はい。で、よいしょ、ちょっと下行きますよ。あまり下行くとですね、これ2つ神経の繊維がポチポチと見えてますが、これとこれですよ。はい、これがですね、もうちょっと行くとですね、まだいかないかな、ここら辺でよいしょ、
はい、これ少し離れましたね。これと。これと。ここからですね、この神経は確か分かれてですね、前肢と後肢という名前がついてたかな。行きますので、今の場所よりは中枢側でブロックをした方がいいんじゃないかなというふうに思います。そして次は後前腕神経ですね。よいしょ。まず、導体の仕方からいきましょうか。今度はですね、前腕をぐっと最大開内にして、上腕のところにエコのプローブを当てます。そうするとですね、ポンと当てると、真ん中にとこ、ごめんなさい、上腕骨が見えてて、この上腕骨をですね、下から上へとこう頭骨神経が前の方にずっと出てくるところがあります。なのでエコーのプローブをですね、上下に振ってですね、その場所を探していきます。わかりますよね。ここです。ここで、頭骨神経が上腕骨の上に出てきました。で、このすぐ下にですね、この部分から出てくる筋肉があります。それが腕頭骨筋です。そして頭骨神経は腕頭骨筋の上と下に分かれていきます。いきます。せーの。スッ。分かったでしょうか。これが腕頭骨筋です。そして腕頭骨筋の下に潜っていった枝が頭骨神経の本管で、こちらの枝、これ動脈も含まれてますが、これが後前腕神経になります。なので、この場所ですでに2つの神経は、筋肉でしっかり隔てられておりますので、ブロックするのは、ここの場所でいいんじゃないかなっていうふうに思います。さて、ではこのまま続けて頭骨神経いきましょうか。ここで、今腕頭骨筋で分かれて、下が頭骨神経ですね。ここから先ですね、頭骨神経は特にですね、感覚神経である腺腫はずっとこの、腕頭骨筋の下にあります。それでは追っていきます。ずっといくと、ここら肘のところいきますよ。ここでもう手首を、ごめんなさい、前腕を開外します。よいしょ。そうすると、見えにくければ、腕頭骨筋だけ探します。そうすると、その下に、このように必ず、頭骨神経があります。こちらが腺腫で、こちらが腎腫です。心室はもう少し下に行くと、海外筋の下にスーッと姿を消していきます。そこを見ていきましょう。ここからですね、これが心室で、スーッと行って、これが腺腫で、これが心室ですね。この心室が、海外筋の中に、消えていきました。で、今腺腫がですね、ちょっと他に戻ってもいいですか。分かんなくなる。腺腫がね、ここでこれなので、ここ以降、これより下だったら、どこでブロックしてもいいんじゃないかなと思います。かなり、周囲の構造物、似たような構造物いっぱいあるので、カラーを乗っけて、動脈じゃないか確認したり、分かんなくなった先の肘のとこ行けば、これが腺腫で、これが心室だというのが分かりますので、もう一回戻ってこう、降りていく。そうすると、確実に腺腫をブロックできるんじゃないかと思います。ちょっと下まで積んでたか追っていきましょうね。腺腫これですね。下行きます。ずっと行って、これ、今ここにあります。そしてこれ、これずっと、腕頭骨筋の下を走っていますね。で、これ、で、ここのレベルだとですね、腕頭骨筋を挟んで、上に見えてる、神経線分かりますか？あれはですね、外側前腕神経の枝です。で、こんな感じですね。まあ、どこで、ブロックしてもいいんじゃないかなというふうに思います。で、それから、デルマトーム的には、ブロックするのは頭骨神経の腺腫だけでいいと思うんですけども、手関節、手首の部分の、いわゆる関節包の部分ですね、骨とか靭帯の部分を支配しているのは、に行ってる枝にメインのブランチが、その、後骨幹神経、いわゆる頭骨神経の心室も含まれているので、手首の手術とかでもし、完全に、局所麻酔をする、末梢神経ブロックするんだったら、そちらも、
リリースしなきゃならないんじゃないかなと思います。で、これは見えるのでちょっと追っていきたいと思いますが、はい、まあ、手はこんな感じにしてこうやって動かすと、海外筋は特徴的な筋肉なのですぐに分かると思います。こうやって動かしていくと、はい、これですね、頭骨の上にある海外筋が分かります。で、ちょっとこう前後にエコーのプローブを動かすと、はい、海外筋の間を貫いている頭骨神経も見えます。で、これを追っかけていきます。で、ずっと追っかけていくと、はい、これ神経ですね、はい、この一番後ろ側 の神経線、これをさらに追いかけていきますと、海外筋がなくなって、はい、でこれがですね、腸母子外転筋が出てきます。で、腸母子外転筋が出てくるとですね、外、さらにこちら側から、よいしょ、これですね、これが腸母子神経です。腸母子神経が出てくると、はい、その間に後骨幹神経の手首に向かう枝があります。そしてこの後、腸母子外転筋と腸母子神経の間にこうスーッと奥に入ってみます。わかりますかね？かなり見にくくなりますか？はい。下に入ってってもわかります。これですよ。はい。ここら辺です。これですね。で、ずーっと打ってって、これ。はい。で、ここで、骨幹膜の上にたどり着きます。で、ここで、ブロックをしてもいいと思いますが、ちょっとこう、抹消で、場合によっては神経がですね、はっきり見えないですからね、ここら辺っていう、まあ、ここら辺、まあ、この僕の腕は幸い見えてますけど、見えにくくなるので、まあ、そこまで抹消じゃなくて、まあ、さっきの、よいしょ、ここですね、よいしょ、はい、この、腸母子、神経と腸母子外転筋の間のここで、ブロックしただけでもいいんじゃないかなっていうふうに思います。そして次は正中神経ですが、正中神経も、正中神経の枝の前骨幹神経が、実は、手首の部分をの感覚を支配しています。なのでそちらも、ブロックしなければなりません。でまず、肘のところから追っていきましょうか。肘のところでは正中神経は、よいしょ、はい、上腕動脈と一緒にいます、はい、これですね、上腕動脈があって、あ、ごめんなさい、逆でした。はい、上腕動脈があって、その隣、これが、正中神経になります。で、正中神経はこの後、その内側にある縁海内筋の上腕との下にぐるっと入ってきます。まずはその様子から、正中神経、縁海内筋、上腕といきます。ずっと、はい、下に入ってきましたね。ずっと、はい、これが縁海内筋、上腕とで、これが正中神経です。で、縁海内筋がなくなった後ですね、ここで、はい、正中神経は今度頭側手根神経の下に、あ、ごめんなさい、頭側手根屈筋の下に入ってきます。で、前骨幹神経はここから分岐していきます。ちょっとこれもかなり見づらいですよ、ちょっと待ってくださいね。はい、これが本幹で、これが前骨幹神経です。ずっと下に行きますよ。わかりますか？下に潜ってきますね、このように。はい。このように。このように潜っていきます。はい。潜っていきます。はい。潜っていきます。はい。潜っていきます。ずっと下の方に潜っていきますね。はい。で、まあまあ、ここまで、見えてればラッキーなんですけど、ここまでは多分はっきり見えないと思うので、これですね。どこでブロックしたらいいかなと思ったんですけども、ここからですね、この下から、包茎海内筋が出てきます。よいしょ、この筋肉ですね。なので、でこの筋肉が出てくるまでは基本、前骨幹神経は前骨幹動脈とかなり同じ近いというか、おそらく同じ層を走っていますので、神経が見えなかったらカラーで血管を探せばいいと思います。はい、よいしょ。そうすると、これが、前骨幹動脈なのかな、これですね。なので、包茎海内筋、よいしょ、これが出てくるすぐ直前のところで、なかなかあれですね、これですね、
で、この動脈のすぐ同じ層をブロックしてあげればいいんじゃないかなと思うんですけどね。はい。で、正中神経の本管はですね、先ほどのところからいくと、ここか。円海内筋のところから行きましょうか。円海内筋の上腕頭の下を通って、はい、頭骨、頭側手根骨筋の下に入って、これ今、前骨幹神経が割れていったところですね。ずーっと行って、はい、仙縮筋の下に入ってきます。はい、この神経は、感覚神経も運動神経も両方持っているので、だからなるべく遠位で、ブロックしてあげるのがいいんじゃないかなと思います。で、一つ注意があって、この、これでいいのかな？違うか。これですね。この繊維に注目してください。これです。で、ここが、正中神経で、この繊維だけね。いきますよ。これ。はい。わかります？これですが、本管と今離れましたね。はい。で、よいしょ、見えにくくなっちゃったかな？これです。で、ここでですね、この、神経繊維と正中神経の本管、これの間に、黒い構造物ありますよね。はい、これが王手根靭帯になります。で、この繊維だけ王手根靭帯の上に行ってるんですが、これは何かというと、正中神経の手のひらに向かう枝です。手のひらに向かう枝だけは、王手根靭帯の上を通るので、もしこの王手根靭帯が出てくるところにも下、末梢でこの正中神経の本管をリリースすると、手のひらの部分だけ、感覚が残ってしまうかもしれません。はい、じゃあ最後、尺骨神経ですね。尺骨神経は、簡単です。よし。こうやって見ていきますけどね。前腕の2分の1から遠位ではですね、尺骨神経はもう必ず尺側手根骨筋とそれから尺骨動脈と一緒に伴走しています。はい、本当そうすると、はい、ここに動脈ありますね。で、これが尺側手根骨筋で、こちら側が尺骨神経です。この関係は、末梢に行くまでずっと同じです。いきます、ずっと、はい、尺骨動脈、尺側手根骨筋、尺骨神経、はいはい、で、ここでですね、尺骨神経2つに分かれますよね。1つだったのが、よいしょ、ごめんなさい、もうちょっと見やすく、よし、1つだったのが、はい、2つに分かれます。で、これが尺骨神経の、どちら、こっちが前肢で、こっちが後肢になります。なので、ブロックするんだったらやっぱりこれはもうちょっと手前、前肢と後肢が一緒になっているところでブロックをしてあげると、いいんじゃないかなというふうに思います。はい、いかがだったでしょうか。これで理論上は全部ブロックできるはずだと思うんですが、ちょっともっと詳しい先生がいらっしゃったらですね、ぜひアドバイスをいただければと思ってます。で、例えば頭尺骨のもっとこう近位側だと、多分今のやったブロックでは十分な、骨のオステオトミー的には十分な助痛は得られないと思いますし、最近はデルマトーム、オステオトームに続いてファシオトムという概念が提唱されています。で、これはですね、ファシア、この場合だと主に筋膜ですかの、神経分布というのは、デルマトームともオステオトームとも違うというふうに言われてて、そういったものもこう、いろいろ影響してくるんじゃないかなと思います。はい、というわけで、最後まで見ていただいてありがとうございます。本当にいろいろ間違っているかもしれませんので、いろいろ正しい知識をお持ちの先生がいたら、どうぞいろいろご教授いただければありがたいです。お疲
疲れ様でした。